なんか間違えた俺。ジーもちろんは、ジザもちろんと書いてジーもちろん、ジオフコースから撮ってます、ね、ジーアルフィーの字ですからね。ジーアルフィーですからね。ジーオフコース、はい、最近みんなジーとかザーの使い方間違えてますからね。1984年 の、 セイント4の映画はザ・オーディションって、あれはジだろって、ね、おかしいだろあれザ・オーディションじゃない、ジ・オーディション、ね、おかしいです。あの時まだジ・アルフィじゃなかったから、多分ジが浸透してなかったからね、あれ。そのめっちゃかしいですね。あ、そうかもね、はい、そこは見通れます。そうですね、はい、今日はですね、今日は機嫌悪いです。そう、機嫌悪いだ、さっき、ね、だって先週の水曜日に G アルフィーのオリジナルアルバムが発売されたばっかりなんですよ。それをこの1週間ずっと聞き込みたいのもかかわらず、なんで俺がオフコースの練習しないといけないんだろうかって。俺もずっとさ、あれ CD 聴きながら、じゃあこういうコード展開なんだなって、すごくアルフィーが出るたびに、いいなね、楽しみにしてるのもかかわらず、まあ新譜が出るからいいですよね、アルフィーがね。オフコース出ませんもんね、新譜が。さあ、何よって感じで、ハッ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 。でも、あの明るい話題だってあるよ。小田さんがね、今年コンサートツアーやるの決定しましたよ。でも関東圏来るのは夏ぐらいかな、初めて来るのが、うん、代々木のね、に来るんですね、8月ぐらいね。あとは横浜はアリーナ、あれ発表しなきゃいけないのが悲しいですよね。アルフィは毎年秋、春のツアー、夏のイベント、秋のツアーで冬のイベントって決まってるんで、まあこの2年コロナでやんなかったけど、それ普通に決まってます。あと私の神様松山千春も普通に春のツアー、秋のツアー、必ずコンスタントにやってるから、別に発表なんかする必要ないですよ。毎回やってるから。あ、そうなる、発表しなきゃいけないんだろこいつらなってね、悲しく思いますよね。この前ニュース見ててね、こいつらって言ってるけど、今ソロだから。あ、まあ小田さんのね、いい年だよね。あ、本当にあいついくつなんですか。今2かな、確か確か、まあ、うちの高見沢、坂崎、桜井はあの67なんで、あ、合わせて201歳。あ、合わせなくていいけどね、別に合わせる必要ないけど、4月になると坂崎さんと高見沢さんが68歳ですからね。まあまあだんだんもうそんな年なんだね、あ、でも元気だよね、アルフィってね。はい、うん、タマホームね、はい、もう終わっちゃったかな、宣伝、はい、やってたよ、まだ本当、新しいのが出る。あ、本当、はい、新しいですか、はい、あ、まあ、そういうわけでですね、今日はね、あるアルバムの特集をやろうと思ってます、はい、今ね、1曲目心離れてのインストをやって 2曲目愛の中へっていうのをやったんですけど、全部アルバムでずらっと、じゃあ今日忘れ行きとかないんですか、俺の大好きな水イラスのロゴとか。だから機嫌悪いのかな。ごめんね、なくしちゃったよ、今回説明。松本隆、筒美京平作詞作曲による、本人たちのレコーディング以外で歌ったこともないという、うん、ああいう、そうだね、やらないんだけど、今日はやらないね、集まんねえな。ね、じゃあ行きましょうか、次は何にしましょうね。Thank you.
番最初に覚えました。このそれぐらい大好きなんでとか言いながらよく間違えました。素早いね、早いね、ほんとね、チューニングね、私合ってんのかな、本当かな、はい、じゃあ行きましょう。だって頑張ってください、チューニングだもん、はい、普段からやってるチューニング超えてるね、超えてる、まあ、これね、はい、はい、じゃあ行きましょうか、メインストリート難しい、やっぱ B 面。B 面なんだ。はい。B 面だよ。
あ、こいつも B 面歌手だよね。あ、そうだね。松尾。これは、うん、まあ、そういうことにしこいつの声嫌い。そうなの？あ、ほんと？全然嫌い。嫌い。誰かの前では言えねえけど。誰だ？まあいいや。じゃあ行きましょうか。君を待つ何人とか歌ってる人に言えねえか。話が長そうだし、ね、長くないよ、もう行こうかな。 B 面です。折り返し地点です。はい、はい、あ、そうか、私から。Thank you.
僕の言いたいこと、ない今やったのがね、話くらい僕の言いたいことない。私の持ってるシングルヒストリーに入ってませんよ、これは。あ、本当じゃないのかもしれない。何気に詳しいですかね、キャラさん。あの今、そう、あのラス前の今やる曲は小田さんもソロでやってるから多分知ってる人が多いかなと思うんですけどね。ね。とかで言っちゃった、振ったの間違えた。これ言葉にできない、歌詞にできないからラー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 ってごまかしたのこの曲。なんで言うの？ダッス曲だよな。なんで言うかな。いいだけどね。歌詞にできないとか言っちゃうよ。ラーラーラーってごまかした。で、あとこれカポ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 。この曲何回かね、このユニットでやったことあるんですけど、この間は鍵盤でやったんですよね。で、今回はギターでやるっちゅうから、いや、鍵盤すもこれ鍵盤ハーモニカでしかやったことない。あ、そうか、鍵ハモか。はいはい、なんですけどね、今回はギターで鍵盤ハーモニカですよ。だから、ヤマハがピアニカ、オフコースで鈴木がメロディオンってやつ、みんなピアニカって言うけどね。で、芸能人でね、ピアニカ前田さんっていうのがいいんだけど、使ってんの鈴木のメロディーを使ってるんですよ。あ、一緒になったかそれでって言うんですよ。はい、見えてないよ。でね、そう、だギターでやるっていうからね、なんだっけ、バンドのね、言葉にできないって、テンテンテンってずっとこうやって入るの。要するにバックラが。全然わかんねえ。そうでね、ドンドンって入るんだよ。それがいいんだよね。でもね、それが嫌いとか言うよ。だからしょうがないから。木魚かよって感じだよね。ポク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 。言われてみればそうだね。出てきたらラーラーラーでさ。ラーラーラー、確かにね。何枚だのがまだいいんじゃないかと思う。いやでもお経ってすごいあれだよね。あのリズミカルでね、いいよね。あのそうだよね。そうポクポクポクチン。すごいなと、そう、お坊さんね、すごいなって感心しちゃうんだよね、見てると。あ、まあいいや。じゃあ、コンペに行きましょう。というわけで、小田さんソロバージョンで行きます。いいですか？終わるはずのない愛が途絶えた。命尽きてゆくように、違う、きっと違う。